はいどうもジールマンです。いや上半期も終わりってことでね、新商品出ますね。しばらくはねちょっとガチャ動画が続くかもしれないです。さてそんな新作ラッシュの中、今回ご紹介するのはこちら、完全掌握メッセよフル稼働式混合歴史像全6種。こちらはボイズスピリッツさんから出てます。正直ねそんなに混合歴史像いらないんで、今回はダブった時点で撤退してきました。最低限ねア行運行がいて、あとはね手持ちのがちょっと違ったりするくらいなんでね、これでレビューさせていただきます。まずは緑カプセル、こちらは雲像クスノキ。次はオレンジカプセル、オレンジカプセルはアゾウクスノキ。今回最後となるのは青カプセル、青カプセルはアゾウ青銅金飾り。今回ね僕がご紹介するのはこの3つですね。色としては古いにヒノキって書いて、これコヒって読むんですかね、ちょっと僕読み方わかんないんですけど、そのバージョンがあるんですよね。とりあえずそちら画像を出しておきます。なので色としては3種類になります。あとですね、多分ですけどこれ最初ね持ち物がうんぬんって言いましたけど、全部同じですね。もう本当にただの空張りになると思います。ということで開封して組んできます。あっ、うん、はい、ということで組んできました。いやね、全身15箇所稼働は伊達じゃないですね。組む時も、ね、結構その各部にね関節があって、でね意外とそれがね物によって緩かったりするんで、ちょっと調整が必要かもしれないです。これ個体差なんですけどね。そしてこうやって実際組んで遊んでみると、これはいや本当にねすごく冷静になると混合歴史像が動く意味何って思っちゃうんですけどただねただ面白いんですよ。まあ、人によってはね怒る人も出るかもしんないですけど、稼働するってことは好きなポーズが取らせられるってことなんで、いや混合歴史像はそんなポーズしないだろうっていうのを楽しむってのもありですよね。ではそんな混合歴史像見ていきましょう。まずはアゾ、これアウン共通なんですけど、このこうここらにかかってるねこの布のパーツと、あとこの腰布、これがすごいんですよ。まずはこの首あたりにかかってるこの布ね、これほらこんな風にねぐしゃぐしゃぐしゃってやっても大丈夫だし、なんだったらこれ結べちゃいますからね。ほらこれだけ柔らかいのにちゃんとね耐久力もあるっていう、これすごいですよ。そして腰布ね、これもほらぐにょんぐにょんですよ。これ最初からここまでは切れ目が入ってて、切れ目の先はちょっと気をつけないとね、あんまり無茶な遊びしてると本当にピーって切れちゃうかもしれないんで、そこはちょっと注意が必要ですね。いやこれアクアシューターズこれ導入してほしいですよね、スカートにこれはすごいです。ちなみにこの腰布を外した混合力士像はこんな感じねなんかこうちょっとねこうプロレスラー的なそういう感じ。だからその分ね可動域はこれで増えるんでね、こういう風な遊びもそれはそれでいいのかもしれないです。いや本当にもうこういうことやってね、方々から怒らないのかは心配ですけどそして肝心のアゾーなんですけど、この手に持ってる武器っていうんですかね、それとも神器っていうんですかね、まあ、こういったものこれがやはり特徴的ですね。あとはねちゃんとアゾーらしく口がアに開いてて、このね髪飾り的なもんですかね、これの流れてる方向も雲像とは違ってます。背面はこんな感じいやこれはいい筋肉してますよ、素晴らしいですね。そして雲像、こちらはねこの首からかかってるこの布がアゾーよりも短かったりします。であと腰布もねちょっとこうでデザインっていうとあれですけど作りが違ってますね。
切れ目も逆になってます。ちなみに胴体や腰布の下の下半身、腕は阿蔵雲蔵共通です。違うのはね、この武器というか人気的なこちら、これは雲蔵独自のものです。そしてもう一つ違うのがこちらのお顔ですね。ちゃんとね、雲の顔になってます。いやー、いかめしいですね。あとこのね、これどけちゃいますね、この頭部飾りの向きとか、その辺なんかもね、阿蔵とは違ってます。そしてこちらは阿蔵の青銅バージョン。いや、これいいですね。この青銅のね、色もそうだし、差し色でね、金が入ってるのはね、すごく引き締まって見栄えがとってもいいですよ。飾るんだったらこれが当たりかなと思います。クスノキの方はね、単色なんで一見ね、寂しいっちゃ寂しいですけど、これはこれでね、好きに色を塗ったりとかもできるんで、やっぱりね、どちらもそれぞれの良さがあるって感じですね。ちなみに阿蔵雲蔵ともにね、こうやって別の手首パーツもあります。そして阿蔵に関してはこのね、この手の中に武器を入れ込むことで、こう持つことができるんですよね。ちょっとお見せしますね。こんな感じになります。ここのちょっと今手間もう一回外しますね。この手のひらの中にね、武器の先端が収まるって感じです。はい、最後はこう躍動感というか、まあ悪ふざけというかまあでもせっかくね、全身15箇所可動っていうんでね、このその可動箇所を生かして、そしてね、そして阿蔵雲蔵が決してやらないであろうポーズを撮らせてみました。いや、もうこんなポーズをさせて世の中やね、 YouTube からバンされないかちょっと心配ですよねまあでもほんとね、改めてこういじってみるとすごいですね、可動域。そしてね、この阿蔵雲蔵こんだけ好き放題動かす日が来るとはほんと驚きでした。言うて1体500円ですからね、その値段でこの可動域、このプレイバリューはびっくりします。ちなみにスケールとしてはこのスボディとかのシリーズに近いサイズなんで、このシリーズを集めてる人はこちらね、この混合力地図を手に入れることで、まあ遊びの幅も結構広がるんじゃないかなと思います。ということで今回はトイズスピリッツさんの完全懲悪メスよフル稼働式混合力士像のレビューでした。稼働する混合力士像面白いね、これちょっと欲しくなったよって思う方もそうでない方も、よければ高評価とチャンネル登録をしていただけるとすごく励みになります。 Twitter のフォローも動画概要欄からぜひ。それでは今回もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。